ハン・ホーは中華人民共和国の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。三刀炉能のユースアカデミー出身。2002年3月10日の試戦勘定、即級クラブ戦でプロデビューした。同年3月23日の重慶、東大緑保足玉クラブ戦でリーグ戦初得点を挙げた。その後の数年間でチーム内での地位を確立し、 2005年のシーズンにリキンウと2トップを組んでリーグ戦で7得点を挙げストライカーとしての高い能力を発揮し始めた2006年にはリーグ戦で10得点を挙げてチームのリーグ優勝に貢献しまた中国 FA カップも制覇した2007年シーズンには自己最多となる13得点を挙げた2015年12月19日中国サッカー 高級リーグの北京人は続級クラブに2年契約で移籍した。2017年にチームはスーパーリーグに昇格し、同年12月31日彼はチームとの契約を延長した。2006年6月3日のスイス戦で中国代表にデビューしたが、試合は4から1で敗れた。しかしその後すぐに、朱博子監督率いる代表チームにおいて、 重要な役割を担うようになり、2006年11月15日の AFC アジアカップ2007予選イラク戦で代表初得点を挙げた。アジアカップ本戦では代表から落選したリキングに代わってワントップとして出場。アジアカップでは2得点を挙げたがチームはグループステージを突破できなかった。アジアカップ終了後、ブラディミル・ペトロビッチが2010フィ f ファワールドカップ。 アジア予選に向けた代表監督に就任したが、彼は未だ代表で最も優れたストライカーとみなされていた。しかしワールドカップ予選では得点を上げることができず、中国は予選敗退した。2017年10月28日現在、三島路の大山。ありがとうございます。